どうも、マターブラザーズです。兄のよしきです。弟の匠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かっこいいオープニング考えたよな。そうやな、なんかチンピラみたいな、いけるチンピラみたいな、お前そうですか。ちゃんとオーダースーツやってるんで今回はなんですけども、うん、まあ、この前中学編、小中と話聞いてるやんか。そうやな。今度は、まあ、まあ兄貴が大阪桐蔭やったんで、うん、まあ、大阪桐蔭の話というか、桐蔭の裏話じゃなくてもう表話やな。あ、そうやな、裏話はまた違うのよそう、じゃあ表話、はい、やらせてもらいましょうか。まず、その桐蔭入学して、うん、まあ、どうやって4番バッターになったのか。あ、なっていったか。そう、うん、とりあえず1年夏ベンチ入りとかあるやん、はい、まず1年夏は入られへんかった。あ、そうなの。そう、ベンチ外。誰も入ってない。応援。あ、応援。応援。おもう普通の応援で、唯一入ったんが藤波だけ。まあまあまあ、そうやな。で、藤波以外はほんまにもう入れる気配すらなかった。あ、そう。チャンスはまあ、なんかその B 戦みたいなんで、あ、結果出したら、結果は出してたけど、なんかその上の試合いけるレベルではなかった。自分では思ってた。レベルが全然違った、うん、あ、そう。レベルちゃいすぎる。マジで、うん、まず俺らその中学上がりで行くわけや。まあまあ、全然もうテンションが違うから、まあ、でもにびっくりして、まあ、僕は大阪出身じゃないから、うん、田舎者として行ったんやけど、まずそのユニフォームの着こなしかっこよすぎ。俺だってあの膝の雑巾つけたもん両方に雑巾つけてダボダボで行ってたし、まず俺ユニフォームでめっちゃいじられて、なんやそれみたいな。みんなはもうピチピチの張り裂けそうなユニフォームみたいな、俺ダボダボのここに膝つけてみたいなそれ、その時もちゃんとおかんとかは皿のやつ持たしてくれてたんやけど、いや、もったいないやん、そのボロボロのやつ。そうやな、そうやな、もったいない魂出して来てて、まずそこからのテンションが違うし、まあ1年夏入れるわけないやん、そんなそうやな。唯一藤波だけベンチ入りあ、そうなの。すごいな、そこで入るのやっぱ。いや、そこはすごいよな。そこはやっぱすごいし、すごい。まあ、そらプロでな、活躍できる、うん、選手だったんやろ。そうやな。ちなみに言うと、森友俺やん、はい、森選手も1年夏入ってないから。え、そうなの。そう、入ってるイメージじゃ。入ってなくて、やっぱそれだけ層が厚い。そう、実力はあったんやけど入れてなかった。で、まあ大阪桐蔭、うん、まあそんな感じでスタートして、ユニフォームダボダボダブル雑巾ですよ。だから1年の時の練習は今でもあると思うけど、とりあえず2週間だけほんまに先輩らも鬼優しいし、練習もめちゃくちゃ優しい。そんなことある？ね、2週間だけな。あ、最初の2週間だけ。そう、2週間だけめっちゃ甘やかしてくれんの。あ、そうなの。2週間後からもうマジで、うん、筋肉痛取れる日が来ない。あ、そうなの。もうほんまに引退するまで、もう甲子園とか含めて、うん、筋肉痛取れへんかった日ないんじゃん。あ、そうなの、うん、ぐらい。それぐらい過酷っていうか、過酷やった。まあその内容は表話じゃないから、まあ後日な。内容は裏や、深い内容。表話としてはマジでそんな感じ。筋肉痛取れへんから。で、まあいつから試合に出たかって言ったら、うん、1年秋からだよ。あ、そうなの。そう、高1の秋、まあ早いけど夏から出てるやつもおればやし、まあ1個遅れたんやけど、まあギリギリ秋から、5番バッター。おお、5番クリーンアップは打たしてもらって、すごいな、ね、でこれもすごい熾烈な争いがあったんや。あ、そうで、レフトやったんやんか、うん、で高3自分なんだよ、ファーストやん、うん、その外野でレフト守れるの。まずでいけてたんや。行けてなかったけど、その山浅さんショートやったんやけど、ああ、はいはい、山浅さん、来て来てって書いてたマジで仲良くさせてもらったから、うん、ほんまにカットとかもマジでもうほぼ俺いらんやんぐらいに来てもらって。あ、そうなの。そう、そのレフトの守備は行けてたよ。で、
でもそのバッティングがそこまでエグくなかったよ俺ほんまに。えで、まあ、その裏ではなんでエグなかったっていうのを藤浪絡みで話すことができんねんけど、それは聞きたいな。ちょっと、まあ、裏に置いとこう。そこまでエグくなかったよ。でも、俺エグ藤浪のおかげでエグくなれたよ。藤浪くんのおかげで。そうで1年秋も試合5番で出たけど2回戦からあそうなの1回戦までレギュラーじゃなかった。おう2回戦でスタメン勝ち取ったよ。すごい。何があったの。その間に藤浪のすごいあれがあったよ。何があったのか分からんけど、でレギュラー取ったんもだから1試合目終わりました。2回戦やん、うん、期間空くやん秋の大会やから。空く空く。でその期間に勝ち取ったよ。先輩レフトやったんやけど、うん、可愛がってもらってた先輩で、スーパー努力家、マジで一番努力してる人やねん。で俺何もしてへんから、それやばいな、負けてもええわぐらいの気持ちでおったんやん。まあレギュラー争い、ね、あはいはい、ベンチ入ったから、もう負けてもまあしゃあないと、あの人に負けるんやったらええと、うん、努力しまくってるから俺全くしない。シートバッティングで、はい、もうタイマンみたいな1対1の勝負みたいな。そんなん、 そんなバチバチなの。だからその9番バッターに俺ら2人置かれてて、おーおーなるほど。その先輩と俺2人でもうほんまに打った方が出るんやろなって、もうオーラなの確実に。えぐいな。そう、それを監督さんは先輩出したかったよ。そのシートバッティングを4回戦ぐらいまでしたのよ多分、うん、その1回のシートバッティングで、はい、だからタバタもう1回いけよで、そう先輩はもう一回行けっていうのを4回繰り返したら同じピッチャーで。マジで俺が打ち続けるから、うん、言うたら先輩出したいからもう一回行けもう一回行けってなるやん。よしきが打ったら。でも先輩も打ってたよ。でも俺も打ってたよ。俺はほんまにノーミス、あそう全部ヒット、まあ、全部結果出して多分心折れたら監督も次お前スタメンで行くわって言われて、でそのスタメンの試合でもシートバッティングのその鬼の結果、うん、引き継いで4の3のフェンチョクイン1本みたいな。マジでめちゃくちゃ打ったやんか。いいんか悪いんかいいんか悪いんか分からんで、でも結果出し続けたやん。何があった、まあ、その2回戦以降結局そのだから2回戦から出てホームラン3本ぐらい打ったやんその大会。あもうずっと出てたと。ずっと出てたそこから。そっからスタメン落ちることなくずっと出て、うん、ホームランも3本ぐらい大会で打って、まあまあええやん。エグいな、うん、5番バッターを勝ち取れたんやけど、はいはい、まあほんま熾烈やったあの争い。多分あそこで俺下手ってたら4番なかったと思う。あそこがあったから4番があった時にもうほんまシートバッティングの、だって俺らがやっぱ最終学年になって、うん、レギュラー確定してたのほんまにバッテリーと俺と、うん、キャプテン水本とか、あ、はいはい、ぐらい藤浪森俺水本ぐらい。で水本は言うたら1個下1年秋からセンターで出たから。出たよな、ずっと出た、あれはもう確定やったよ、うん、俺だけマジで揺さぶられてって感じやったんやけど。何言うなって。俺らがだからそのレギュラー確定のポジになった時もやっぱそういうシートバッティング争いみたいなのあったもん。いやでもやっぱそんな緊迫した状況練習できるのすごいよな。本人だけやな、他の人らはやっぱり安心になっちゃう。めちゃくちゃ気合い入れたよ、一番気合い入れたよ高校の時。すごいな、俺らそんなのなかったな。まあだからその先輩シートバッティングで多分対戦した先輩やったけど、ほんまに言うたら甘いボール投げてくれてありがとうございました。甘いボール投げてくれて、いやじゃあそんなんはないで、ガチの真剣勝負。ピッチャーもだからガチやけど、たまたまってたまたまな、俺が呼び寄せたのも知らんねん、まあまあ、そういう争いを勝ち取って1年秋から5番でレギュラー。それすごいな。それがやっぱ、まあ、表話としては一番俺は震えたかな高校の時に。裏話いっぱいあるじゃないかな。裏話いっぱいある、それは聞きたいな。信用あるから。で、まあ、高校の、まあ、1年秋からレギュラー勝ち取って、うん、で結局、まあ、夏は甲子園出られなかったよ。あ、そうやな。そう、あの1個上の代な、2夏柏原自分らの代に1個下の代の時に夏だからあと一歩で負けてもうて、うん、でまあ悔しいわな。めちゃめちゃ練習機使ったの。きついね。まずなんかまあ規制あるんじゃんみたいなのあるから。なるほど。そう。夏終わった後。普通になかったし。で、まあ練習始まって、まあ四角なんよ。俺はもう四番確定みたいな。おお、はいはい。
それはもう確定してたんやけど、うん、やっぱ甲子園出たい、で、すぐ秋の大会始まるから、やっぱそのシートバッティングで掴んだチャンスは一生離さず、4番の番、まあ、秋の大会も出て、そこで全国1位の打率やったんや。よしけど、そう、森とか、差し置いて、北条、田村とかを、はいはい、もうトータルの全国1位。マジで打率がな、えぐいの。で、ホームランが2位ぐらいやったんや。試合数ないから、俺らほぼ本間の試合しかしてないんですよ。練習試合してないから、うん、まあ、そういう結果出せたからすごいのもあって、だからそのほんまにさっきも言ったけど、そのシートバッティングで勝ち取れたチャンスをほんまにその春夏連覇まで逃さんかった、うん、すごいな。ずっとマジで結果出し続けて、すごいな。でもそれ、それがやっぱりあれやったかな、一番良かったかなと。思いますし、その練習はやっぱりその調子悪なる時もあったけど、結局調子の波っていうのはあんまなかった。ほぼ結果出し続けて、まあ、信頼もされてたんちゃうかなっていうか。いや、よしきの年は甲子園は経験してなかった、自分らの代表。あ、そうよ。だから春出場したのが初めてで、ほんで優勝して夏も、で春の優勝が大阪桐蔭一回もなかったから、初めてやった。そう、初優勝やった俺らが、その歴代の中で。あ、それすごいな。で、まあ春は俺1回戦しか出てないから。あ、そうやな。そうそうそう、やられたから、右手を伝説残して骨折だけ失敗に確かに伝説やな。そうや、伝説だけ残して、うん、で、その春も終わってからも夏間に合うか分かりませんって言われて、あ、言ってた。どうなんしようかなってなるやん。ちゃわないし、やれることをやってたらできて、俺が努力したのはほんまにその期間だけど、もうギリギリやったほんまに。でも夏の大会間に合うか間に合うか、練習試合2回ぐらいしかしてないのよ。マジで、ほんまに。その B 戦とかも無理やり連れて行ってもらったりして、あ、はいはい、実戦はやったりしたけど、そのちゃんとしたとこと練習試合は2回ぐらいしかしてない。あとはもうほんまに怪しいとこしかしてないから、調整っていうか、まあ鬼回して、で、その間に言ったら後輩らも一個下で言うと近年とかもうすごい結果出してたから、ファーストで。怪しいな。確かにめっちゃ打ってたな。そう、めっちゃみんな出た打つね。でも何で出るかっていうのがあるから、うん、信頼で出るのかあるやつも、まあまあな、何で出るかで結局俺が出させてもらって、夏もまあ夏の大会はでも大阪大会の打率が4割ぐらいかな。えぐかったやん、舞島のホームラン。でもあれしか打ってないの、俺調子悪すぎて。あ、そう。4割でも俺もう激難やと思う。5割は絶対打たなあかんねん、結局5割が俺ボーダーラインやと思ったから、その4割やった時にほんまに苦しいんだけど。マジで。でも 打点は一番多かったから、それは4番としてはな。そう、それは良かった。だから打点だけは負けんとことか思ってて。意識高いな。そうや、そこのやっぱラインは下げたくなかった。5割のすごいな。ホームランはやっぱ俺が一番打つと、うん、打点は一番多い、はい、盗塁は絶対しんはそのラインは俺は崩したくなかったんやけど、やっぱさすがに実践しなさすぎて崩れて4割、打点だけ一番良かったんやけど、4割はちょっとしょぼい。標準から見える大阪7試合ぐらいあるやん。でもしょぼいんじゃ。だから俺そこの他の地方大会とか見てさ、うん、甲子園の時に5割とかあるやん、3割8分とか、はい、3割5分とかかな、うん、で、チーム打率3割とか、うん、俺あれ見てめっちゃしょぼいなと思う。あ、そうなの。5割は絶対打たなかった。あ、まあ、そういう意識の高さから強さがあるんやろな、うん、そうやな。まあそこの水準はずっと保ってて、うん、で、まあ甲子園夏出て、で、まあホームラン2本って出て、夏もすごかったもんな。そうで、優勝もできたし、うん、まあすごいな。すごいすごいすごいなっていうか、とにかくすごい良かったなっていう。あれが連れたらしいな、出たし、うん、で、まあ、ジャパンも選んでもらって、まあ、すごいってたそのやっぱ意識高い人とかも会えたし、あ、まあ、結局俺が思うにそのジャパンで意識高いかった子はみんな活躍してる、活躍してるというかプロ行ってるし。あ、現在。そう、現在。あ、そう、やっぱそれはマジですごいなと思う。なるほどな。まあ、俺の高校は、まあ、表話しはさらっとやけど、さらっとでもないよな、こんな感じかな、うん、まあまあそういう、まあ、バッティング意識、いや意識はすごい。いや、そこはやっぱな
俺らはそんなのなかったの。そんなシートバッティングでバチバチやり合うとかはなかった。なかったな。まあ、確定してるレギュラーとかあるけど、やっぱ俺らはめっちゃ多かったから、その、まあ、いけそうなやつらが。確かに。そう。そうは熱いよな。タクラは多分結構もう固定やから。まあまあ固定ほぼ、うん、そうやったな。大体はな。大体決まったやん。俺はもうほんま、マジで抜かれるから。そんな意識でやってたのすごいな。一瞬抜かれるから、やっぱ5割、ホームラン王、打点王。まあ、三冠やな。三冠は絶対取らな。四番はできませんよ。マジで大阪桐蔭。俺バンドしかしない。俺4番にバンドしかしない。それはやっぱ練習したからバンド。まあまあ、そうやな。僕の高校の話か。そうやな。表話な、うん。まあ、簡単に言っていきます。とりあえず入学しますね。入学できたんや。無事無事入学してます。入学した。はい。それで、はい、まあもう一人アホな子が起きて大阪に、その二人が先に入寮みたいな感じだった。入学する前に、あめっちゃ早く、もう全然遊ばれへんやんと思っとって、ほんでまあ入学しました。ギリギリで入られたらまだ遊ぶこと考えたん。当たり前やん。当たり前やん。もうほんまにほんまにいいやん。めちゃめちゃ遊べたよ。ほんまの人やったらやろ。ほんまの人やったらまあありえへんやん思ってて、うん、早い入寮の初日グランド集合みたいな感じやって、はいはいはい、まあそこでとりあえず椅子投げられます。僕がなんで。いやもう一人が、うん、その、まあ、西岡って子やねんけど、西岡山野くんが、うん、その五輪にしてきてたんですよ。おう、気合入ってんな。気合入ってるっていうか、ほんで俺が普通のちょっと茶髪マジの坊主みたいな感じやって、最低やなお前。ほんまに。じゃあでも坊主にはしたいの。したんや、うん、して。じゃあまあ最初言うと、海星ら聞いたことないやんか。ないな。ないから俺も正直舐めてた部分もあって、めっちゃ弱いんちゃうかとか。めっちゃ弱いで練習かもやなって思っててんや。あ、いいってひっくり返されるんけど、それは、うん、その五輪にしてけ、お前なんで五輪にしてけへんの、うん、感じやって、もう言ったよ、わしはみたいな。いや、聞いてないです、聞いてないですみたいな言ったら、まあそこでイスナーは20日と思ってハサミで髪の毛を切られる。いや、もう坊主ちゃうんちゃうんわ、それ。トラガルみたいな、どうだもん。ところどころ坊主みたいな。まずそんな感じやったね。まあ、そんな感じ。ほんで、まあ1の夏か、僕一応入れさせてもらってたんですよ。ベンチ入り。ベンチ入り。すごいやん。そう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 。中学野球も行ってない、学校も行ってないやつが1年夏取れたと。それしか言わない。それすごいね、結構。まあ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 。それなんで取れたの。普通に結果出したとか。結果出した。だって3年生もおるやん。うん。3年生も真面目やってんで、多分。せん。お前みたいな、まあ、変なやつおらんねん。めちゃめちゃ真面目やん。真面目やってるやつからベンチ取ったわけやん。うん、なんかしらないと無理よ。まあ、3年生は10人しかおらんない。あ、少なかったやん。はいはいはい。それでまあ2年生とか入ってたけど、そう1年生3人入ったからな。あ、そうなんや。なんで入ったのかな。まあ、結果も出した。出したんは出した。あ、そうなん。逆にその野球行ってなくて試合出たんやな、高校レベル。いやでも最初120キロぐらいのマシンバッティングみたいな1年生だけすんだけど1球も当たらんねん。ほんで先輩らが守ってくれてて、1年生打てみたいな、まあ気まずい状況やんか。1球も当たらんねん。空振りしたらそのグラウンド一緒やん、全員で連帯責任みたいな。あ、そうなの。それで俺が空振りしかせんやん。めちゃめちゃ走ってた。50周以上走ったマジで。なんかそんなんがあったらめちゃめちゃ気まずかったな。あー、そんなんはやっぱ俺らなかったからな。まあとりあえず、まあ、練習してないんで俺が悪いんやけど。そうやな。120キロ当たらんって話ない。ほんまに当たらない。そっからやっぱスタートしたんや。そこからスタートで、うん、で夏は入れたの。その1球も当たらんかった男は。そうなんや、入れたんや。まあそれ当たるようになってくれん。いや、それで結果出したんだもん。結果は夏対はレギュラースタメンでは出てないんだけど、うん、まあ代打とかで出てヒット打ったりとかはしてた。ああ、そうなん、うん、すごい。
その練習試合とかは、練習試合とかはまず一発目の練習試合が1番セカンドやったの。そう、4番セカンドやって、次ぐらいからめっちゃ変わったの。セカンド、ショート、うん、サード、ファースト、ピッチャー、キャッチャーみたいな。で最後ピッチャーやって、打たれてクビになって、最初キャッチャーやるようになった。でピッチャーやってて外野以外ほな全ポジしたんや。せん高校で。せん、ほんでピッチャーは結構いい方やったんや。あ、そう。先発とかは普通にしてた。コントロール良かったもんな。ほんで平安に3者連続続けてホームラン打たれて、うん、お前超怖いみたいに言われてベンチで正座しとって、うん、クビやーって言われて、ほんでお前は足腰強そうだなみたいな、キャッチャーやってみるかみたいな言われて、それがきっかけで、それがきっかけで、で高校初めてのキャッチャー、キャッチャー時代が始まりましたね。それが何年の時なの？それが夏大前だから、1夏の、あ、1夏の前、前からはもうずっとそっからキャッチャーやな。俺なんか1個下の時なんかショート見たけどな。あ、ショートとキャッチャー。あ、そうなの。ショートとキャッチャーはやってて、あんま動かれへんねんけど、まあ、正面とかやってたし、正面だけはうまかったな。で1夏は、ベンチ入り。ベンチ、はい。で2年からは、だから1秋からは YOSHIKI と一緒で、そんな争ってないけど YOSHIKI みたいに普通に出とって、キャッチャーで4番。え、4番勝ち取った。4番やったな。そんな勝ち取るのに争いとかはなかったけど争いなんか4番、そんな熾烈な争いはなかったけど、学校も行ってなかったやつが中学校、学校も行ってへん、野球も行ってへんやつがそうなんですよ、4番。何の争いもなく4番。何の、まあ争いはあってんけど、1個上の人、まあ多少はあるやろな、それは。あるねんけど、そんなガチガチの争いとかなくて、もうただ監督さんが決められたみたいな、スーって。そう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 、まあそんな感じかな。で、どうやったの、その成績的には。成績、まあ一秋から出るんだよ。一秋から、はい。とりあえずバンドはしてたな。バンドはうまかったね。バンドはうまかったね。当時から。当時から。おお。ほんで、自分らの代か。自分らの代か。ほんで、俺らの一校で初めて、うん、秋の大会ベスト4行ったの。それが結構なんか学校で盛り上がっとって。おお、すごいなみたいな。そう、初めてベスト4行ったみたいな、大阪大会みたいな。それで盛り上がる。大阪がきついからね。そう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 。履正社と大阪同盟おるから。そうなんや。ベスト4の時はどうやったの。多分もちろんスタメンで出てて、うん、どこと試合して負けた。 PL が、あ、PL に負けた。 PL に負けた。まだある時やろ、PL が。さあ、秋やろ。秋。じゃあ3位決定戦みたいなのあったんじゃん。3位決定戦もどこに負けたっけな。波章かどっかに。あ、とりあえず、まあ高校史上初のベスト4、1個上で達成したと。そう、なんで夏はすぐ負けた。すぐ負けてはないけど秋めっちゃ良かった。春は、春はあかんかった。春はあかん。 PL に負けた。またほんで夏は波章。波章に負けた。波章に負けた。余裕で、余裕で負けたベスト16、32ぐらいじゃん。あ、まあ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 、ちょっと勝ったんや。だから3、4回戦ぐらいちゃう。ギリギリベストなんちゃらつくレベルやな。そうで負けた。和歌山やったら甲子園出れたんか。ワンチャンで出たの。5回戦ぐらいだった。ワンチャンで出たそうそう、4回は勝ったんや。4回ぐらいは勝ったかなって感じで。で負けてしまったと。負けてしまった。はい。で自分らの代やな。自分らの代か。自分らの代は、そう、僕キャプテンやらせてもらって。キャプテン。そう、キャプテンだったやん。学校も行ってないそれしか言いません。野球も行ってないやつが兄貴。だって俺ちゃんと行ってたもん。まあまあまあ、そんなやつが、はい、キャプテン。そう、キャプテン一応やらせてもらってあんま頼りなかった。それどんな感じに決まった。適当。じゃ、キャプテンは一個上の春ぐらいから言われてた。あ、そうなの。うん、監督に学校のお前キャプテンで行くよみたいな感じで。早いな。そう、言われてて。1年前から、1年前以上から言われてたんだよ。いっちゃうよ。1個上だから夏の春やから半年前ぐらい。あ、半年前から。うん、ぐらいから言われてて、まあどうせ言ってるだけやろうなって自分では思ってて、うん、ほんで夏対前ぐらいにも言われた。
キャプテンで行くよ。そう、キャプテンで行く。早いなって言われて、もうなんかキャプテン確定したから、うん、気持ち的に、もしやったろうってなるのまだって。で、キャプテンなって臨んだ初めての試合が秋やろ。秋は、もうすぐ負けて3回戦ぐらい負けた。そうなの、ね、岡冠高校っていう、その今の、あ、はいはいはい、同級生のピッチャーがプロ行ってんけど、まあ、結構良かったんけど、逆転負けみたいな。あ、だからそっからやっぱお前のとこは3回戦負けから夏出るわけやん。そうやな、一回も見たことないから。その秋が始まりで3回戦負け、うん、春は、春は準優勝やねん。すいく桐蔭とやって。マジで、うん、負けてんけど、5-1ぐらいで桐蔭に負けてんけど、そう、初めて準優勝やって。すごいな。それでもめっちゃ盛り上がってんねん、学校的にな。まあ春はでも桐蔭が上がりましてもらうと、あんまあれやんか、ほんまに力入れてない、うん、俺もだって春出てないから。そう、それは分かってたけど、でもまあ負けたけどそこまでいったっていうのはでかいな。そうそうそう。ほんでその時に俺思ったのが、あんまり遠いに大したことないやんみたいな。めちゃめちゃオーラあると思ったやん。なんかあるやんか。あ、そうやな、オーラ。なんかオーラが全然勝てそうやったんやん。なかった。勝てそうと思ったらワンチャンやんか。あるな、うん、俺らの時はやっぱ勝てないって思われてたもん。そう、そうやねん、周りから。そうそうそう。だから俺らはなんか勝てそうやったんや、これいけんじゃん、詰めたらいけんちゃうと思って、めちゃめちゃ練習もしたし、気合入った、気合入りまくってめちゃめちゃ練習したし、気合入りたてが半端なかったな。なるほどな、まあ、それが春やったね。そう、春準優勝で夏が、まあ、優勝できたと。甲子園出場で初出場か。すごいな、できたと。はい、桐蔭の時に、桐蔭の時はどうやって倒したの。桐蔭は準々やった。準々決勝で初回にチャンチャンチャンって2点取れて、ほんでそのまま勢いでわーっていってて、ほんで 2-0? 2-0 でいってて、で姫野がホームラン打って 3-1、 ほんでなんかで1点取られて、もう1点取られて 3-2 で最終回行って、まあ結構ギリギリやな。そう、ギリギリやってんけど、最後も2アウトから2ベース打たれて代打で、やばい、これ遠いあるぞと思って。ほんなら、まあまあ最終勝ててんけど、めちゃめちゃ楽しい試合だな、あれは。あ、なるほどな。ほんで、兄貴のおった大阪桐蔭倒せたっていうのもあって、めっちゃ嬉しかったし。でも準々決勝やった。それは準々決勝やった。そっから勝っていかなかったからな、まだ。え、でも俺らの年良かったんが、桐蔭と履正社が1回戦でやってた。あー、もうだから履正社おらんと。そう、事実上の決勝みたいな言われとって、準決がその秋負けた大冠とかやって、はいはいはい、まあ、それはコールドで勝ててんけど。マジ、うん、ピッチャーがバテ気味やねん。だからまあ勝てた。勢いそのままに。そうそうそう、はい、で決勝が決勝、その一校への夏負けた波翔やったんか。おお、それもじゃあまだリベンジばっかりやな。そう、だからリベンジ続いて気持ち切れんかったのもあるから。ああ、そうやな、うん、確かに。それは良かったと思う。俺らもそれは一緒やな、夏一回も甲子園出れたからな。決勝は危なかったけどな。ギリギリやったら、ギリギリやった。結果4対3やねんけど、最終回ノーアウト満塁でとりあえずエグかったよな。どうやって抑えたっけ。結局めっちゃ覚えてる、ショートライナー、うん、でライト前で1点取られて、ライトのこの超スーパーレーザービームで、まあ阻止した、うん、ツーアウト、サードゴロ、ファンブルしたけど、アウト。おお、まあ、簡単に言うたら、キリキリやん、話です。キリキリで、まあ甲子園まで行って、はい、甲子園は結局どうやった。甲子園は1回勝っただけかな。あ、1回勝ったね、うん、2回負けた。2回負けた、2回戦。どこに。九州国際大学、福岡の10対9ぐらいの。ああ、まあええ試合やったけどな、うん、ホームランは打ってない。打ってない。あらんな。俺これ甲子園でもやったん。甲子園やってないな。俺甲子園でやったんだ。マジで。バンドはうまかったな。まあ簡単に言うとこんな感じです。すごいな。でもほんま学校も行ってない、野球も行ってないのが甲子園まで行けるっていう話を聞かせてもらったけど、まあ俺はな、結構見れてた部分もあるし、まあまあまあ、ほんまに知らんかった話もあったから、うん、まあ頑張ったんちゃう。頑張ってはないな。
頑張ったとは思うけど、でも最初苦労すんのはやっぱり自分がやってなかったです。まあそう、それは間違いないな。だからちゃんとやっといたらよかったんちゃうっていう意見もあると思うわ、うん、でもまあ結果な、出してよかったな。よかったです。まあみんなのことですね、まあ、周りの人のな、はい、おかげはあったんじゃう。はい、間違いないですね。それが人より知れたな、悪いことしたから。知れました、うん、はい、それはよかったと思う。そんな感じです。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッド登録よろしくお願いします。ありがとうございました。インスタライブからぜひカラオケ採点勝負。絶対かな、これは負けられない。